皆さんこんにちは、シャルムです。今日はね、お料理動画です。このね、栗原はるみさんのクリームシチューを買ったので、このクリームシチューの素を使って、クリームシチュー作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最初に申し上げておりま、おきますが、私ね、この動画をね、撮る直前にお酒を飲んでしまいまして、かなり酔っ払っております。はい。なのでね、おかしい点がありましたらね、もう最初からお詫び申し上げておきます。もう酔っ払いがね、作るクリームシチューっていうことですので、ご了承いただきたいかなっていうふうに思います。はい、それではね、栗原はるみさんのクリームシチュー作っていきたいと思います。レッツゴー。はい、ではまずお野菜とお肉を切りたいと思います。はい、手を洗いますね。はい、私ね、お話をしながらお料理を作ろうかと思ったんですけれども、あまりにもね、酔っ払い加減がひどいっていうことですので、アフレコでお送りさせていただくことにしました。まずはね、玉ねぎを一玉剥きたいと思います。お野菜なんですけれども、やっぱりね、皆様の お住まいの地域でも高いっていう風に感じませんか？私ね、お野菜は基本的に一袋98円とか、そういうね、特売の時しかお野菜は買わないようにしてるんですけれども、なかなかね、私が通ってるスーパーがね、そういう特売をやってくれないんですよね。なのでね、致し方ないのね、今回ね、シチューを作るっていうことで、人参とジャガイモをね、特売ではないんですけれども、買うことにしました。はい、それで4月新年度を迎えたということなんですけれども、私の視聴者様の中でも、息子様がね、中学校に進学された、お嬢様が高校に進学されたっていうね、おめでたい話題がたくさん私の元にも入ってきております。お友達の中でもね、旦那様が部長に昇進したっていうね、そういう本当ね、嬉しいお知らせもいただいております。新年度と言いますと、私にとっても新しい年でもあります。今度の4月24日で、私節約セレブシャルムのチャンネル開設、3周年を迎えることができました。はい、これもひとえにね、ご視聴いただいている皆様のおかげでもあります。動画を開設しました時は、もう3年後のことなんて考えて作ってはなかったですね。もう今が今が精一杯っていう感じでした。3年後にはライブ配信をやって、オリジナルグッズを販売するまでになってるっていうふうには全く想像してなかったですね。過去3年間を振り返ってみますと、まずね、私の中でも特筆すべき点なんですけれども、私歌舞伎町のホストクラブヘブンさんでね、コラボの動画を出させていただいたんですよね。まさかね、自分がね、歌舞伎町のホストクラブとね、コラボするなんていうのはもう夢想像もしてなかったですよ。そういうことがね、動画を通じて現実のものになるんですよね。自分でもね、自分にびっくりしております。その歌舞伎町のホストクラブヘブンさんで、コラボの動画撮らせていただきましたけれども、その時に感じたことはね、自分からドアをノックしないとドアは開かれないっていう、そういうことですね。歌舞伎町ホストクラブヘブンさんでね、自分から私がドアをノックしたっていうことで、もう自分がね、それまでの人生で経験することができなかった体験をさせていただくことができた。これはね、私にとってかけがえのない経験というふうになりました。かけがえのない経験として、まず外せないことは、オフ会を開かせていただいたことです。過去3回オフ会を開かせていただきました。
私の地元広島県福山市と、神戸そして東京でオフ会を開かせていただきました。私の地元広島県福山市で第1回目のオフ会を開かせていただいたんですけれども、その時はね、もう来てくれる人なんているんだろうかって思いながら、不安に感じながらオフ会の募集をさせていただいたんですけれども、ありがたいことにね、4名の視聴者様にご参加いただくことができました。そして私のオフ会にもたくさんの方がね、参加したいっていうふうに言ってくださるようになりまして、神戸、東京ともにですね、先着15名様の限定のね、枠が埋まるようにまでなりました。今年はオフ会を開く予定はないんですけれども、視聴者様から次のオフ会を開いたらぜひ参加したいっていうふうにおっしゃってくださる、そういう視聴者様もたくさんいらっしゃいます。はい、将来的にね、もうぜひお会いしたいなって思ってる視聴者様たくさんいらっしゃいます。はい、その方たちとね、お会いできること、とっても私楽しみにしております。はい、ここまで私いいお話をさせていただいたんですけれども、動画をねやっておりました3年間の中にはね、何もねいいことばかりではなかったんですよ。せっかくお友達になれたのにね、仲違いしてしまった方もいらっしゃいます。そしてね、本当申し訳なかったんですけれどもね、コメントをねブロックさせていただいた視聴者様も4名いらっしゃいます。はい、本当ね、それは申し訳なかったと思うんですけれども、もうどうしてもね、私も人間ですからね、もう我慢できないっていうことがありました。なのでね、4名の視聴者様の、コメントをねブロックさせていただいたことがあります。その4名の視聴者様もね、共通して言えることは、最初はね、私のこと、シャルムさんのこと大好きです、シャルムさんの動画いつも楽しみにしてますっていうふうにおっしゃってくださっていたんですよ。それがね、いつの頃からかね、もう私に対してわがまま言いたい放題のコメントをよこしてきたり、あるいはね、もう本当に私のこと好きなのって疑いたくなるような、もう意地の悪いコメントを書いてよこしたり、あと、もうね、いや、なんでそんなことまで聞くんですか、なんでそんなことまで答えなきゃいけないんですかっていうようなね、もう失礼なコメントをね、よこしてくる人とかがいたんですよね。はい、なのでね、その4名の視聴者様はね、もう私本当ね、もう私も我慢したんですよ。我慢したんですけれども、もう耐えかねて、それで4名の視聴者様コメントをねブロックさせていただきました。やはり視聴者様といえども人間同士のお付き合いなわけですから、やっぱりね、どうすぎたわがままや失礼なコメント、意地悪なコメントをたくさんいただくとね、私もね、その視聴者様のことを嫌いになってしまうっていうのは、もう人間だからしょうがないことだと思うんですよね。私もね、視聴者様のことはずっと大事にしていきたいっていうふうに思ってるんですよ。はい、そのためにはね、やっぱりね、ルールは守っていただきたいなっていうふうに思いますね。もう私にだったら何を言っても構わないなんていうことはありえないんですよ。うん、私もやっぱり人間ですからね、もうね、毎回不愉快になるコメントをよこされるとね、私もその視聴者様のことを嫌いになってしまいます。私は常々ね、視聴者様のご批判には真摯に受け止めようというふうには思っております。でもそのご批判も愛があるかどうかによるんですよね。私のことを思ってこういうふうにしたらいいよとか、こういうのは逆にしない方がいいよっていう、そういうコメントでしたらね、ありがたくお受けしようと思ってるんですけれども、もうね、愛のない意地悪なコメント、意地悪な批判、そういったことについてはね、私はもう受ける気はないんですよね。はい、それよりもね、私のことを応援してくれてるたくさんの視聴者様のコメントにお答えしたいなというふうに思っております。
はい、ここで野菜とお肉を炒めたいと思います。お料理動画なんですけれどもね、もう完全に私のね、なんて言うんでしょうか、愚痴と化した動画という風になっております。もうね、酔っ払いの戯言だと思って聞き流していただけたら嬉しいです。私もね、できることならすべての視聴者様と仲良くやっていきたいっていう、そういう思いがあります。はい、なのでね、まあ私に対しての不満ですとか、お怒りですとか、そういうのもあるかとは思いますけれどもね、できることなら愛のあるコメントをいただけると、もうとっても私も嬉しいというふうに思っております。今回ね、この動画を配信するのね、配信するべきか、やっぱりやめるべきかっていうふうに迷いました。はい、私のような人間がね、視聴者様のコメントをね、ブロックしたっていう、そういうことね、皆さんに お話しするべきではなかったのかもしれませんが、私もね、そういうことがあったっていう、そういうちょっとね、辛い選択をしてしまったことがあったっていうことをね、皆様に知っていただきたくって、今回この動画を配信させていただくことにしました。はい、栗原はるみさんのシチューの元で作ったシチュー完成しました、きっとね、栗原はるみさんが監修したシチューですから、とっても美味しいに決まってると思います。はい、ではいただきたいと思います。はい、では栗原はるみさんが考案した、シチューの元で作ったシチュー完成しましたので、いただきたいと思います。はい、いただきます。とっても美味しいですね。カレー同様、まろやかな味がして、とっても美味しいシチューという風になっております。うん。はい、でね、今回ね、私、料理動画配信させていただきましたけれども、途中でね、すごくね、弱音を吐くようなことを言ってしまったんですけれども、それでもね、視聴者様に支えていただいて、3周年迎えることができそうです。はい、それもこれも皆様のおかげです。感謝しております。まあ、いろいろね、いいこともあれば悪いこともありました。そういう3周年でしたけれども、これからもね、4周年、5周年迎えられるよう頑張りたいと思いますので、皆様、これからも節約セレブシャルムのチャンネル、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。シャルムでした。